ねえ、このキラキラしたのってまさか公園水？スターピースカンパニーにしかないやつだよね。いや、公園水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるためかなりの力を。これら公園水の入手先はどれも真っ当だ。だが、
逃がさない。一年のマナイ、同天気に、超無一角。即決と行こう。くさえ。どけ。騒ぎを起こしたくはない。毎度こんなスリルを味わうなんて、まあ帰ってこられたし結果オーライね。ミツキちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に会えて。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できる。大丈夫？アーラン、アスターが心配して。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。つまり列車の全行動は姫子。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。騒ぎを起こさなかったし。
し、慣れればいいんだよ。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解ける。行くわよ。アスターがあんたたちをし。正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準をかなり。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。アスター社長、はあ、みんな無事ならよかった。災害発生時ステーションでも、あなたたち請求列車の状況、今の宇宙ステーションの状況は、今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス、私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション、何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。それはとても助かるわ。ผมพากไว้แล้วก็เนาะคืออะไรอ่ะหนูฟังอ๋อสุ่มว้าวตะกี้นี่โอ้แล้วอันนี้มันใช้ยังไงเช่ามันก่อนไปก่อนสตาฟのケアはお願いね。เฮ้ยมันกระโดดไม่ได้何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。もし俺がもっと大丈夫だ。今いや他のスタッフは大部分がほとんどのものはミス。俺がアスターし、俺には彼女研究はよくわからない。だがこの騒動が早く。もう行くぞ、逃げるんだ。いや、私見たまえ、バリ、私は信じている。どうやって来て、元気を出さなくても。バーを下げて、アルフレッド。
ありがとう。先に私たちの内容が多かった。準備はできた？順序が違うわ。若い人、バーを上にして周波数帯メーターをオンにする。さ、準備はできた？完璧よ。ありがとう。助かったわ、若い人。エイブラハムと彼は仲が良かったから、この宇宙ステーション維持するのが最優先だから。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれはこの宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。でもうちらがこの終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。だからこそ私たちは、なるほど、彼は突破口なのよ。もちろんそうか、わかった。ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに幼児ちゃん、幼児ちゃんが来てるの。列車、俺たちの行動は請求列車、ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の試練、まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。
うちのとっておきを食らえ。即決と行こう。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ついてないね。生死虚実、一年のマナリ、同天秘密、超無一角。
人間は星柄を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もだ。争いに意味はない。起こしたくはない。生死虚実、一年の間なり、同点兵器、超無意企画。逃がさないわ。この機会を逃せ。まだ分かってないのね。人間は星柄を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。即戦即決と行こう。全部あんたのために用意さ。ここ。どけ。騒ぎを起こしたくは。
争いに意味はない。うちがいるんだから負けないよ。逃がさないわ。殴ったのね。生死虚実、一年のマナリ、同点金庫、超無一角。ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私も。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。うちってばなかなかやるじゃん。列車はまだ来ていないな。きっと近くまで来てるって。うち目がいいから先に行って見てくるよ。待て、見つけ。週末中本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。生死虚実、一年のマナリ、同点金庫、超無一角。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私も。
めるか。騒ぎを起こしたくはない。今だ。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決といこう。1年のマナイ同点元気超無意企画人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私も。1年のマナイ同点元気超無意企画うちに出くわすなんてついてないねほらたまには真面目に行こっかうちのとっておきを食らえ、うん始めるか。ちゃんと直さないと。順番にね。即決といこう。ミツキちゃん。
場所を変えて話そう。ここは宇宙ステーション。やっほー。あんた結構やるじゃん。気絶さえしなきゃ。
目が覚めたのね。そろそろ私が待っている。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。え戻ったのね。へこの人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。あなたが見ているのは私が作ったロボット。今の性格はこの。ふーん、じゃあしっかり観察しないとね。ふんふん、まさに神業ね。私どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまのか。それに性格は彼の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまのた。そう、わかった。けどあなたのことはお子ちゃま。あら、なる。それは違うでしょ。まあいいや。話を彼を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。研究ね。あなたの体内にある性格は天才が喜んで助けてくれるんだから。今は興味があるから。なんで？分かったかしら。つまり、いや、その後は。その後？はあ、列車としていつでもここに戻ってき。悪くないね。それなら列車に乗る。そう焦らない。また決まったら。最初から動い。無駄話。アイオン。アイオンはどうして。いいね、天才クラブの面。私はそれをメタバース。ダメ、協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから模擬宇宙と呼ぶね。私はもう。Thank you.
今さら後悔しても遅い。即戦即決といこう。Thank you.
生死虚実、一年のマナリ、同天気味、超無一角。今さら後悔しても遅い。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。一年のマナリ、同天気味、超無意企画。うちに出くわすなんてついこら。逃がさない。一年のマナイ、同天気味、超無一角。あと少しだ。対処法を考えよう。下手に動く。
なんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。始めるか。うちのとっておきを食らえ。1年のマナイ同点ギリギリ超無意企画Thank you.
まだ早いし、どこか行こうか。ที่เพชรนี่มันใช้ทำอะไรอ่ะWe'll be right back.
ไม่ได้หรอกเกมเนี่ยまだ早いし、どこか行こうか。